ではエンジンルーム見ていきます。まずラジエーターフードパネル、カーボンのが入っております。そして無限のエアクリーナーに、サムコのインテークパイプといった感じですね。で、ASM のタワーバーのクロスになってステアリングギアボックスに、つながるなかなか剛性のある、タワーバーです。あとは ASM の、プーリーと、戸田の、軽量プーリーのセットのやつですね、入っておりますね。あとは ASM のビッグスロットル、あと内圧コントロールのバルブ、まあここら辺なんかも入っております。でエンジンルーム自体は結構、こんな感じで綺麗な状態ですね。駅前にも、装着されてますので、まあトータルで結構ね、きっちりと仕上がっているような、そんな感じのエンジンルームですね。ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。特に異音とかはしないですね。ハンドリングも落ち着いてます。こんな感じです。ちょっとね、電スロなんでここからエンジンを吹かすっていうのはできないんですけども、まあまだ距離もまだ3万キロ台ということで非常に少ないのでね、状態としては非常にいいかなと思いますし、 ASM のパーツが、いろいろ入ってセッティング取られているということでは非常にお買い得な、状態じゃないかなと思います。以上エンジンルームでした。